頃はあたいしょ12年、虫の音涼しい秋の頃よ。天才で将棋の鬼とチートが言う、その名坂田の三吉も実力日本一という、誰にも負けない行動でも用がないために、モスケ将棋じゃゼロくと世間の人から罵られ、晴れてなれない名人しと、ほろり落とした男の涙、男を涙道が滲む、空よいとこさっさよいやさっさ、変な涙が隠して三吉が奇跡ね禁じろよ、ほいほい、晴れてなったら明治に行かねばならない、祝賀会病気の妻を何話に残しやってきました、東京のおう、坂田先生、関根はんおめでとうさんでおます。あんたに会いとうて遠い大阪から来ましたで、何年ぶりの対面か、火花打ち出し嵐を呼んだ西と東の障害よ、ほいほい、知り握る手と手が男同士の、血が通う10何年の歳月も、意地も裏にもさらりとす「にっこり笑って祝いの言葉」「人間坂田三吉の死真の男の見せどころ」先生、大変です。大阪から強報電話がかかっています。なやて、救急電が。はい、奥さんが危篤なんです。危篤でなや、電がこっちへかし、もしもし、あ、お父ちゃん聞こえまっか、助けだす、お母ちゃんがあかんねんて。いや、小春死にかけとんのか。
坂田さん、あなた奥さんと渋滞の中を東京へ。もしもし、お父ちゃん、お母ちゃんがな、何と言おうと思って口ばっかり動かしてはんねや。たずか、お母ちゃんの耳のそばへ、電話の歌口、耳のそばへやった電話。小春、わいや、さんきっちゃで、聞こえるか。聞こえたら返事してえな、小春。わいが大阪へいるまで死んだらあかんで、小春。お母ちゃん、お父ちゃんの声出す。お母ちゃん、お母ちゃん、小春。なんぞ言うてえな、お前は死んだらわいは誰を頼りに生きていくんじゃい。わいを持って死んだらあかん。わいを一人ぼっちにしたらあかん。小春。声をかぎりさん吉が電話の受話器泣きする込み上げる見事大人って20年、黒黒の積み重ね、この世の中に苦労しにだけ生まれたよ。な心不憫なやつよ、達者で打ったその時は聞いたいだけの無理をいしたい子だい、無茶もした。こんな役だなこの俺は、愛想も尽かさず尽くしてくれた。日本一の良い女房、今現実にこの世から消えていくかと思ったら、さすが棒木なん、鬼と言われた三吉も恥も身分も打ち忘れん。小春、死んだがわいをほっといて、死んだらが小春のアホ、小春のアホ。泣き叫ぶ手錠、小春の魂よ、とわに眠りを安らかに、いついつまでも安らかにと祈りながらも、皆様よ、なにわが生んだ天才よ、さあ赤とんは三吉物語。Oh!